こっちは本気飯があるよ。いや全然よ、食べたいね。クイント・イーストウッドとアルパチーノ。そしてベッドが高いっていう。めちゃくちゃ高いね。そうやな。ちょっと変な匂いがするし、けどまあこの辺は全然安心してある。こういう後輩を感じるよ、ね。ラーとラーで小さそうや
A、 あ、変わった。バイアタック。 こういう場合翻訳のやつで一回ページ移してみたらいいんちゃう。緊張感がすごい。最初のボスがまさかアメリカやと思わない。いやもう品があるわ、品がある。こんな関西人が来たらあかんとこやと思う。明らかに人が優しそうに見えるもん。なんか賢いんでしょ。めっちゃくちゃ賢いやろ。かわいいじゃん。かわいい。52度。ちょっと色はね、BCL っぽいんだけど、普通に切れそうな。チャンピオンだよ。うん、チャンピオンのリバース、スイープ、ウィープ、よくわかんないけど、これはなかなか。でもこっちの方が絶対いいよ、なんか。いいな。うん、これいいと思う。なんか秋冬とかになんか、あの、なんかこうチェスターコートとかに合いそう。ダウンとかにはもろん合わへんけど、デザインがね、あのチェスターコートが合いそうや。これもいいね。確かに。でも、いや、俺こっちの方がいいと思う。女の子やったら。こっちの方がちょっと女の子のデザインしてるもん。男、俺やった。うん、これでも可愛い。これ、俺ってキープやな。まあ可愛いけどな。何かけてみる。めっちゃ可愛い。可愛い。え、これ可愛いね。どこで着るっていうのはあるけど可愛いけど。まあ、着方あったらいいと思うけど、これでもむずいな、これこの色やもん、うん、難しい。ジーパンとかでも合わなくはないやろけど、いやこれはちょっと、でもめっちゃ可愛い。これ可愛い。すごい、これすごい。メガネかけてるやつ、可愛い。
タコベロもある。おしゃれ。食べてたわ。まあここに入った時点である程度人生の禁止モードに入ってた。あ、上上がってきたけどまだ上と。これ着いたの。良心的まあ別にここなら、まあ、まあまあそれぐらいするやん。